はい、今日は C メジャー7ナインスコードの押さえ方を4種類紹介します。まず1つ目、中指で5弦の3フレットを押さえます。で次に人差し指で4弦の2フレットを押さえます。次に小指で3弦の4フレットを押さえます。で次に薬指で2弦の3フレットを押さえます。1弦と6弦は使わないのでミュートしてください。1弦は人差し指のこの辺りで触るとミュートできますので、使ってみてください。でこの状態で5弦、4弦、3弦、2弦を弾きます。これが1つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方です。2つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方ですが、まず人差し指で5弦の3フレットを押さえます。次に薬指で4弦の5フレットを押さえます。そして次に中指で3弦の4フレットを押さえます。2弦と1弦の3フレットを押さえるんですが、人差し指のこの部分で押さえてください。で6弦は使わないので人差し指の先でちょっと触るとこうミュートできます。でこの状態で5弦から1弦まで弾きます。これが2つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方です。3つ目の押さえ方ですが、今度は中指で6弦の 1,2,3,4,5,6,7,8 フレットを押さえます。で5弦は使わないので中指のこの指のお腹の部分で触ってミュートしてください。で次に小指で、4弦の9フレットを押さえます。次に人差し指で3弦の7フレットを押さえます。この中指は2弦の8フレット。で1弦は使わないので人差し指のこの辺りで触ってミュートしてください。で今押さえてるのは6弦、4弦、3弦、2弦。ちょっと最初は押さえづらいと思いますが、この状態で弾きます。これが3つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方です。4つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方ですが、まず人差し指で4弦の10フレットを押さえます。次に薬指で3弦の12フレット。で小指で2弦の12フレット。1弦は10フレット。人差し指のこの部分で押さえます。5弦、6弦は使いません。この状態で1弦、4弦から1弦までを弾きます。これが4つ目の C メジャー7ナインスコードの押さえ方です。今 C メジャー7ナインスコードの押さえ方を4種類紹介しました。まずこれ。次がこれ。次がこれ。最後がこれ。いろいろ押さえ方がありますが、コード進行や曲調によって使い分けてください。例えば一番最初のこれ、特にボサノバとかで使いやすいですね。こう。こんな感じで使えますので、皆さんいろいろ試してみてください。チャンネル登録してね。ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。